チマル、ここに。シエスタ WO、ここにであります。を許可する。標的は自由だ。攻撃開始。自由射撃了解であります。良き標的に感謝。かっこ自由射撃開始。ニヒ一番乗りだニエ。シャッハ。
これは運が悪い。安らかに眠れ我が殿よ。そなたの死は無駄にはならぬぞ。我が愛しき魔女復活の重要なる13の鍵の一つとなるのだから。所詮は魔女だ、困難だ。所詮そして源氏であるか。
いよいよに幕を開けたぞ。ベアトリーチェを蘇らせる儀式の始まりだ。運よく第一の番を逃れた者たちに我が友人たちを紹介しようではないか。入れよ我が友よ、ロノウェ。皆様方、はじめまして。そしてご無沙汰の皆様におかれましてはご機嫌。これはまた派手に散らかされましたようで。いよいわ、我が白昼夢のごとき日々を覚ますにはこの程度の刺激が必要だ。紹介しよう。我が友人であり、頼れる執事であり、72柱の大悪魔であるロノウェだ。以後お見知りおき。そうですか、結構です。続けて友を紹介しよう。入れよ我が友ワルギリア。召喚を感謝します、お館様。許されるならばこのような血生臭き場に呼び出されたくはありませんでした。こやつも紹介しよう。我が友であり頼れる相談役でもあるワルギリアだ。偉大なる幽玄の魔女であるお前の力を我が儀式に借りたい。その力を貸せ。お断りしようにもあなたの強力な召喚霊族下にある身ではそれも叶いません。御意に、お館様。それにしても恐ろしいお方だ。シエスタの姉妹兵を3人も召喚し、私に加え、さらにワルギリア様にでも召喚せしめるとは、召喚という能力においてのみとはいえ、お嬢様をもはるかに上回るとは、恐ろしい。後ろ宮の地に戦慄を覚えます。ベアトリーチェ復活の儀式を執り行うために私は召喚師としての全てを尽くすだろう。まだ足りぬな。この度の儀式の完璧なる遂行のためにさらに召喚しよう。ペンドラゴンの記念兵にロノウェにワルギリア。まだ呼べるぞ。我が魔力ならまだまだ呼べる。我が召喚に応えよ。72柱が一人、ガープよ。ガープ、あれまでも権限できるというのですか。さらにこの島の侵食が進んだということでしょう。私たちが権限できていることです。今さらどんな大悪魔が呼び出せたとしても驚くには値しますな。彼が屈服しないと